韓国国防省は、北朝鮮が先月29日に発した弾道ミサイルについて、大型化して、エンジンも強化されたことで、射程が最大、1万3000キロを超え、ワシントン、到達し得る新型の ICBM、大陸間弾道、サイル級だとする分析を明らかにしまし、韓国国防省は1日、北朝鮮が新型の CM、大陸間弾道ミサイルだとして先、29日に発射した火星15型についての分析結果を国会の国防委員会で明らかしました。この中で韓国国防省は、火15型を北朝鮮が今年7月に一発。した火星14型と比較すると、長さ2メートル長くなったほか、直径も最大80センチ大型化したとしていますが、1段目には火星14型のエンジン、が2つ使われ、2段目のエンジンは火14型のものに比べ3倍から4倍に大化したとしています。国防省は、右は新型の ICBM 級で、射程は最大1万3000キロを超え、アメリカのワントンまで到達可能だとしていますが、大気圏への再突入や弾頭の精密誘導などの技術も向上したのかについては、さら検証する必要があるとしています。また、布施省は北朝鮮への対抗措置として、アメリカ軍の爆撃機やステルス戦闘機などの戦兵器を来年2月から始まるピョ